にちは、 FT イメージのお時間です。さて本日のイメージは、はい、最近スポーツメーカーが熱い。はい、というわけで今日はね、最近スポーツブランド、はい、いわゆるナイキだったり、うん、アディダスだったり、はい、この辺がね、まあ、服を作ったりするんですけど、はい、これがね僕すごいヤバいと思ってて、はいはいはい、まあ何せかっこいいんですよ、まあまあ、で僕結構買うんですけど、うん、まあ、最近だったら例えば、うん、まあ、動画にも出してるんですけど、うん、アディダスのね、はいはい、シャツとかこれもう3000円とかなんですけども、もうやっぱそのスポーツの素材ってだけあって、うん、すごい丈夫なんですよ。何回でもいけそうです、うん、で色合いなんかもこのスポーツブランド特有の、はい、妙なカラフルだったりとか結構その楽しませてもらえるんですよね、はいはいはい、あとは最近買ったのはこのジョーダンのジャージ、うん、はいはい、これもねすごいその丈夫で、はい、やっぱこのあったかいしこのクオリティが高いんですよね。やっぱりこのスポーツブランド普通の服よりも、まあ、変な話生地も強いもんね。そうなのよね、うん、その辺がすごいし、しかもそれが最近かっこよくなってて、そして今回、はい、またねヤバいのを見つけてしまって、はいはいはい、まあもう今、9月ですか。そうですね、もう9月って言ったらファッション業界はもう冬ですよ。冬ですかもう A ラブが出始めて、はいはい、もう冬物の時期よ、はい、ってことであの初冬物を買いました。はい、がなんとアディダスで、はい、いわゆるテックコートみたいな感じなんですけど、これまたアディダスっぽくない感じだね、うん、素材はなんかゴアテックスみたいな感じで、うんうんうん、水めっちゃ弾くみたいな、あったかいしこれも結構あったかい、で、まあ、後ろに3ストライプがあって、これかっこいいよね。これかっこいい、こうかっこいいと思う、めっちゃ、うん、で横にはアディダスのマークがあってはい、はい、この辺とかもなんかチャックがあってこう開いたりとか、結構いろいろ機能面があって、ここもフードをついてたりとか、はいはい、結構いいんですよ。で今日はねこのね、はい、まあ、スポーツブランドを使って、はい、スポーツ系のコーデ、カジュアルコーデ、モードコーデ、はいはい、この3つをねもう網羅しちゃおうかなと思ってます。この2つね、うん、素晴らしい。では早速行ってみましょう。はい、では早速着てみました。はい、丈は結構短めで、うん、袖のチャックは開けてみました、はい、でこの首元のチャックは締めるとすごいハイネックでボリュームのある防寒にもなるかなと思ってます、はいはい、で素材、あ、サイズ感も XXL でかなり大きめ で靴はこれアジダスとラッシュモンドのデトロイトランナー、はい、でズボンは同じくテック素材のストーンアイランドを履いてみました、はい、で素材感もやっぱパリッとしてね、はい、水を弾くっていうだけだとかなりスポーティーに仕上がってるんではないでしょうか。とかこんな感じでいかがでしょうか。ちなみにこの風でなびく感じ気に入ってます。とはいえもうものすごく暑いのでこの9月にやっぱり着れないです。12月嘘です、冬で嘘ですなんて言いつつもこのジャケットなんと肩にかけるという超機能ですね、はい、やっぱこのスポーティー味だったけ、これかっこいいな本当。はい、次は、うん、全体をベージュで整えたカジュアルコーデです、はい、で後ろはフードを出してみました、はい、これもカジュアルっぽく落としてるかなと思います。がしかしこれなんとなんと、はい、靴が、うん、Y3 ですね、はいはい、アジダスとヨウジヤマモトのコラボ、はい、そしてさらにさらになんとなんとこのジャケットがですね、うん、僕がもう何年か前に買った古着の、うん、ヨウジヤマモト、はい、ということはこれアディダスと Y3 とヨウジヤマモトで、はい、これカジュアルコーデと思いきや、はい、完全なモードスタイルと言ってもいいのではないでしょうかこれはまあ僕のね完全な好みでやっちゃってるの で、はいはい、でモードはそんなんじゃねえなんていうそんな誹謗中傷は受け付けません、はい、でフードはこれかなり深くて気に入ってます。これもかっこいいかなと、お近いね。とまあなんだかんだと言いましたが、うん、まだまだ暑いのでこんなの着ませんはい、はい、いかがだったでしょうか、はい、僕の勝手な、2コーデでした個人的に、はい、あのフード、うん、フードってさ基本的にこの、うん、頭が出てこうちょこんってなっちゃうというか、はい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 、あるじゃないですか、はい、あれがちゃんとフードの形のままかぶれる、そうだね、あれめちゃくちゃいいなって思います。あの深い感じね、うん、かなりなんかそのダークチックでかっこいいよね。あれかっこいいね、うん、本当これ一応踏んでね、うん、僕は、はい、これベージュとブラックを買ったんですけども、はい、ブラックに、グレーみたいな字もあったんですよ。なんで結構その本当にブラックみたいなのもあって、はいはい、もっとねダークチックにフードも被れるしそれもいいのかなと思いました、はい、でも値段なんと、はい、セールだったんで1万2000円とかなんですよ、はい、安くないですか。安い安いね、このセールはしっかりアウターで1万2000円、ね、そうそうそう、普通にユニクロで変なダウン買う、変なんじゃないけどダウンとか買うんなら
全然これでね、あの一冬過ごせちゃってもいいんじゃないかなと、はいはい、思うぐらい僕は気に入ってます、はい、まだ暑いんで着ないんですけど、はい、早く着たいなという、はい、ことですね。ファッションはもう冬ですもんね。そう、もうね、うん、夏物なんて恥ずかしくて着てらんないよ皆さんもね、あの、うん、楽しく AW を買っていっ、うん。そんな感じです。はい。はい。では、本日のイメージはこのところで。僕ら他にもファッションに関する、いろんなコーデだったりとか、知識だったりとか、いろんな動画出してますので、もしよかったら、ぜひ見ていってください。はい、概要欄に、あの、SNS ありますので、そちらもチェックよろしくお願いします。お洋服に関する知識やコーデ、新しく発売される注目アイテムなど、さまざまな方面からファッションについて動画出してますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録がそれが俺のお母さんが言ってたんやけど、チャンネル登録したらお母さんから毎月たくあんの1枚してもらえます。